おはようございます。彼岸花がホークに咲いていましたので撮影しました。彼岸花は別名はマンジュシャゲ、学名からリコリスラジアータとも呼ばれる。中国原産で日本全国の道端や田んぼのあぜなどに群生し、秋の彼岸の頃に花茎の先に強く反り返った鮮やかな赤い花だけが咲き、秋の終わりに葉が伸びて夏に枯れるという多年草としては珍しい性質を持っている。前草有毒な多年性の球根性植物。地下には玉ねぎのような小ぶりの輪茎があり、卵状球形で外皮が黒く、下方にやや太くて白いひげ根がある。夏季は秋の彼岸の頃、9月中旬で、土中の蚊は温度の変化だけを感じて季節を知り、葉よりも先に地上から花茎を出して、三茎花序で真っ赤な六弁の花を放射状、輪状に数個つけて咲く。その姿は独特で、高さ30から60 cm の枝も葉も節もない花茎が地上に突出し、その先端にツトに包まれた花序が一つだけつく。ツトが破れると5から7個前後の花が顔を出す。花は短い柄があって横を向いて開き、全体としては全ての花が輪生状に外向きに並ぶ。花茎は5から15センチメートルほどある。一つの花には、花皮片、花びらが6個付き。長さ40、ムーミン、幅約5ミリメートルと細長く、大きく反り返る。おしべは6本、めしべが1本あり、共に花蓋に長く突き出る。栄養分を使って花茎を伸ばし、地上から顔を出してから1週間ほどで花を咲かすことができる。種子はできず、花後に花茎がなくなると10月頃葉が伸び出す。葉は線形で能力色で光沢があり、中脈と葉の裏側が白っぽい晩秋に輪茎1個から長さ30から50センチメートルの細い葉をロゼット状に数枚出して、緑を持ったまま冬を越し、他の植物が葉を茂り出す初夏、4から6月頃に葉を枯らして、地上部は見えなくなる。日本の彼岸花は種子を作らない、自然の中で生まれた三倍体植物の代表的な種である。ただし、普通は結実することはないが、ごく稀に種子ができることもあるとも言われている。種子を作らない代わりに、土の中で球根を作って株分けして繁殖してきたため、遺伝的には同一遺伝子を持ち、同じ地域の個体は開花期や花の大きさや色、草丈がほぼ同じように揃う。なるほど。